いろんなところでゴミ拾い活動。というわけでこの活動は皆様のスーパーサンクスなどで継続させていただいております。本日までにスーパーサンクスをいただいた方へのお礼はこの動画の最後に紹介させていただきます。というわけで、もうリアルにゴミ拾い動画はね、再生が伸びないんで、リアルに皆さんのご支援のおかげで、もうその通りですね、継続させていただいてますが、その通りです。今回はどこでしょう。今回の幽霊林道の中のキノコ山にいますね。なるほど、うん、この3カ所固まってんだよな。そうですね、何だっけ、うん、幽霊林道っていう、まあ、霊が出ると言われている林道があって、その中に上祖峠、そして今いるキノコ山という、うん、でこの3つが心霊スポットとして重なってるんです。なるほど、まあ、だから地図的に言うと上祖峠っていう峠があって、うん、その中にキノコ山と幽霊林道が重なってて、うん、ここが正直なんていうとこなんかよくわかんないですけど、まあまあまあ、一番反応があった場所。そうなんですよね、うん、でもなんかやっぱりこの朝になってから車の通りが増えてきましたね、うん、だからゴミもちょっと増えてきたかなって、そう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 、思ったよりあるかなっていうイメージはありますね。ね、うん、まあだからただこの峠なんで、どういう感じでゴミ拾いすればいいのかちょっとわかんないですけど、とりあえずここにあるの、ここ駐車場なんで、ここをまず拾って、うん、あとこう車で走りながらゴミを見つけたら拾っていくっていう形にしようかなと。そうですね、思ったよりゴミはあるんで、ね、うん、やっていきましょう。じゃあ行きましょう。さあ、うん、まあちょっとだけゴミ、昨日のその検証してるけど、なんか結構な雨だったんで、はいはい、このなんていうの、崖の部分はちょっとぬかるんでて、はい、あんま入れないな。危ないよ、うん、絶対滑るよこれ。まあ、駐車場から確かにそこそこ落ちてんな。うん、でも普段の駐車場よりは少ないかなっていう、うん、あとなんか古いゴミはそんなにないから、もしかしたら手入れされてんのかな。ああそうか、でかいゴミも少しだけやん。とりあえずまあここにあるゴミこんな感じなんで、はいはいはい、ここからはじゃあ車で移動しながらかな、うん、よし、じゃあこれ回収していくか。じゃあ行きましょうか。うん、さあ、はい、このだから道をこういう感じで車に進みながらゴミを見つけたら拾っていくっていう感じですかね。そんなあれ、なんか夜中結構あるなって気がしたんだけど、なんかねえな。綺麗やな、進んでいったら。てかあれか、昨日はもう本当あそこで研修したら朝になったから来れなかったけど、うん、まだまだ奥の方結構こういう林道というか、うん、国道が続いてるの。結構車すれ違うけどな。そうなんやな、うん、あれ何あれ、これゴミじゃね。ゴミくくりつけられてるの。あれはちょっと回収していくか。あ、でも違うか、ビニールで補強してるっぽいな。あ、そういうことか。補強のためだな。あ、うん、これでもなんか景色ちょっと綺麗な気がするな。木の隙間から見える景色がすげえ綺麗。結構上に来てるんやな、ここ。展望台とかないのか。ああ、そしたらな、人が、うん、ほらほら、めっちゃ綺麗これ。うわ、ちょっと映んないけど、ちょっとどっかで多分映せると思う。そうそう、うん、うん、ちょっと先行きましょう。これ夜景すげえぞこれ。いや、下あれだな、森だな。あ、そうなの。ほんまやな。見ないで綺麗って言ったろ。当たり前やないかお前。景色綺麗って言ったら夜景綺麗やなまで言うのがセットやろお前。この下全部森だよ。なんやねん、それが綺麗なんだ。なんやねんここ、しょうもない。さあ、ちょっとだけ落ちてるの見つけたんで、うん、今降りて拾いに行きました。やっぱりあれだな、昨日の雨のせいかゴミが泥に埋まって、これ拾うの時間かかるかも。またか、最近多いなそれの。泥に埋まってるからほじくんの。これロープの切れ端、何使ったんだろう。よく見るようなこういうロープの。見るよ。何使ったんだろう。泥でこれなんか流されてきてる感じじゃん。じゃあこの先もしかしたら何取れ高あるわみたいな期待してるんだよね。最悪な取れ高期待してるんけど、ね、この先まさかみたいな。何にワクワクしてんの俺。ゴミはでも俺にとっての取れ高はゴミ拾えるかどうかだから。何やねんそれ。俺と全然違うやないか。なんかちょっと不幸があればいいなみたいな俺言っちゃったんや。やめろそれお前。これ何、井戸、あ、違うか。でもなんか井戸っぽいな。
なんかこれ昔なんか使ったの覗いたらやべえ。あ、ゴミある？あるやん。この中に捨てていくか。ゴミ箱ちゃうねんこれ。でもいいやん、ちょっと拾えるな、うん、泥で埋まってほじくり返さなきゃ取れねえから。じゃあもうここもう長年捨てられ続けてきたんやろな。みんなこの中に多分捨ててくんだろうな。これ、これゴミ箱じゃねえよな。ゴミ箱じゃないやろさすがに。ゴミ箱だったら回収してるしな、うん、さあちょっとある程度切れました。本当にゴミ箱みたいにされるさ、うん、多分これもう泥がガーってなってて、うん、その泥を全部かき出したらもっと落ちてると思うけど、マジか、届かねえ俺らじゃ。そんな埋まってるか。これなんかすげえな。何だ、何それ日本なんかあれ、とっくり的な、なんか酒入れるやつだろうけど、うん、ただのなんか既製品なのか、それともすごい伝統的なものなのかな、分かんないなこれ、うん、ちょっとまあ回収するか。じゃあ回収で。さあさっきお前が期待してたロープの切れ端があったんだけど、なんとなくそれ見つけて持ち上げてみたら、うえうえ、この結び方、ウェイってお前何期待してんだよこの結び方なんか、うわこれ、これ多分さっきの切れ端かな。でもまあこれぐらいしかねえし、でもちょうど太さも同じでしょ。だからこの後何か見つかってもお前のウェイはカットしないからなっていうか、むしろ発見した時にお前のそのシーン重ねるから、ウェイ俺ほんまに半透明化して一生不謹慎じゃん俺はこれでも何の結び、でもこんな細いロープでさ無理じゃね。何上映してんの、何探してんの。いやいや、ちょっと違う違う、どれだ、どれ上をどれだかを探したわけじゃないわちょっといなんか、まあ、たまたまね、うん、でもこれさ、たまたまこんな細さじゃん。でもここの下が切れてるってことは、なんかここが例えば腐食するものがあったとか、ここに重さがかかってたって可能性あるよね。ゼロではない、うん、可能性は。でそのロープが捨てられてた。うい、何よる、何がウェイだよね。なんでなんでこれ見つけてパリティみたいなんだよ。ちょ、俺ほんまやばい、マジでやばいやつやった俺。この先楽しみみたいな言い方してもいや、お前もうロ、お前もうこれから先ちょっとロープ見つけてモレに見せんな。もうほんまに俺。全部ウェイってな。やばいやばいやばい。うん、よし、とりあえずじゃあこれもゴミとして、まあまだちょっとずつ落ちてるんで拾っていきながら行きましょう。ちょいちょい落ちてね、やっぱゴミ、うん。お菓子のゴミとか、まあ、やっぱもう。中に泥が入り込んで、重さと湿気で、これが。ここでも、キノコ山っていうだけあったら、多分、季節になるキノコ多いんだろうな。うん、前、キノコ狩り連れてもらったじゃん、サブチャンネルの。楽しかったな。美味しかったし。こういう場所だったもんな。そうそうそう、これがいっぱい生えてたの覚えてるわ。この中をこの、傘で、進みながら、こう傘でね、下をやりながら。あんな経験めったにさせてもらえないからな、本当ありがたいな。ありがたいよ。このだし昆布の入れ物だな。何の昆布の、え、何の不思議なゴミ。これは工事のか、なんかあんのかな逆にこの先に。うん、いや、なんか見えてるベンチというか。あ、本当や。うん、お、栗が、ロープないかな。最低な発言でだよ、ね、今のところもう切り抜いて名所で出た最低な一言っていうタイトルのショート動画。俺ほんまそれ、お前それやったら俺ほんと立ち直れないぐらい叩かれるぞ俺。何が、いや分かんない、まあ山中ってこういう人なんだって。あ、なるほどね、うん、あ、それ楽やな、うん、人生。お前の地元の人とかにも知れ渡って。 あかんわ。なんで俺地元しか今帰れる場所ないのに今だってもう字幕にしなくても最後音符がついてたの分かったからなロープないかな。お、なんか出てきた。景色はあんまかな。あ、確かに、うん、そうだな、さっき景色綺麗やったのに。どっかでまあ景色映ると思うんで、うん、そこでも例えばなんかそういう最後にここで一息ついてからっていうのはまあ、でもそういうのってよく聞くよな。っていうかそういうスポットで大体こういうベンチみたいなスペースあるもんな、うん、これは完全に不法投棄だな。ちょっと俺らじゃでも回収できないな。何もこうスペースあるの。なんか小屋みたいなのあるぞ。はい、の。ちょっと入ってみる。ゴミもある。なんだろう。小屋。
何なのかな、あれ何使われてた、ゴミがでもちょっとだけあるっちゃある。これは誰か住んでたのかな。あ、焼いた跡あるし、ガラスとかなんか燃えかすとか多いな。これもゴミか。それゴミだ。結構人いんのかな、じゃあここ。お菓子とか多いな、うん、車や、さっきはライダーも何人か撮ってるから、うん、一応なんか人が通る道みたいなのあるけどな、うん、こっちが一応メインっぽいな。ここも行けるな、ここも行ける。じゃあ3箇所あるやん。あるっちゃあるな。ここだからあれなんだろうな、登山コース。あ、そうなのかな。うん、この辺すげえな。でもこれさ、これ獣道じゃねえ。え、それって獣の移動の跡ってこと？掘った跡じゃねえよ、動物が休憩。これとか、え、あ、ほんまやな。これなんか完全にそうじゃないか。これでも相当でかい動物じゃね。いや怖いわ。え、クマレベルじゃないの？違う。イノシシとかな。タヌキではねえな。まあ明るい時間だから多分。まあ大丈夫。でまあ近くにいたら別に離れてきゃいいかもしれない。あ、まあ行っても全然おかしくないから。うん。そういう。でもすぐそこ道だからな。てか一応ここなんかさっき調べたら遊歩道っぽいんだよ。ちゃんと正規の。うん。だから普通に普段も人が通ってるっぽいんだけど。あと動物の足跡もあるという。あ、これあれじゃん。薬莢、ハンターの。うわ。じゃあもう本当にいるのかもしれない。いるんやろな。うん。ただちょっと、うん、まだ峠あるからまた移動かな。そうね、峠戻ろうか。結構ここ広いだからな。いや、だいぶな、めちゃめちゃ溜まったで。うん。よし。じゃあ戻ろうか。うん。景色が、これでもカメラだとあんま分かんないかな。すごい綺麗なんですけどね。そうなんやな。なんか都心とまた違うんだよな。ガッとこう豊かな自然というか。ああ、そうやな、うん、見れないね、うん、他じゃ。そうそうそう、田舎の風景がどこまでも広がるみたいな、すげえのどかな感じがな。確かに、確かに見れないな。でこの山の音と雰囲気とな、合ってんだよな。でまだちょっと桜咲いてるからね、これ窓のところがさ。あ、そうやな、花びらが舞ってる。まだ見れるんや桜、うん、この辺はやっぱ山の上の方だからかな。そっか、へえ、うん、まあちょっとゴミ探すか。はい、そう、はい、もうずっと山道、もう何にもない山道ずっと通ってたら急にすごい綺麗な、しかも石碑の神社。うん、確かに。ちょっと行ってみるか。どんな神社？ゴミ拾ってんの一応報告しなきゃいけないけどね。人に知ってもらって初めて善意って意味あるからな。なわけないやろお前。あ、じゃあお前はもういいんだ。いや、そんなことない、うん、俺も一緒や。なんかお前、俺だけ批判して自分もみたいな。お前そういうこと言うなって。お前はうう二重の悪だな。お前はそういう考えなんだな、でいいやんけ。二重の悪だな。そうやでって言ったのに。何が？俺もそうやで。それは人のことは言うけど、当たり前やないか。そんなそんなわけないと、こう、もう善意でやってるんだと俺は主張 してカメラの前で、うん、で裏ではやっぱりちゃんと俺を全身映せやと、うん、まあ、じゃあ次言ったら、じゃ あのお前の願い通り映さないように宮本一人あかんわ。あ、ゴミ落ちる。神社の参道に、しかもマスクで、マスク、神様、ゴミ拾っていきます。参道、うん、なら聞いてくれるな。うん、てか捨ててったやつがな、いるんだな。神社があるってことはこう山の頂点なのかな、かもしれないな、うん。見えてきた。お、結構歩いたな。なあ、うん、鳥居がすごい立派に、すげえ立派、結構綺麗に綺麗にされてんな、すごい。ちょっとまあここから先は管理者の方がいないんであれですけど、とりあえずこの道までしか、うん、うん、まあ綺麗に撮影はできませんが、うん、ちょっとお参りして、そうですね、行こうかなと思いますね。はい、すごい、あの神社の奥の方にも階段あるんです。あ、ちょっとまあ、ね、カメラ回せないと思いますが、お参りがてらちょっとあの辺見てみます。行ってみたいね。さあ、お参りをしてきましたが、はい、ここが
ちょっとこっからだったらちょっとだけ見えるんですけど、あそこが大量の靴が、そうね、うん、だから多分足尾神社って名前だから、うん、まあ足怪我した方とかがこうお礼に靴を、あ、靴とかあと松葉杖とかもいっぱいここにありました。だから多分、初めて見た、治りましたよとか、治りますようにっていうことでここにやるんじゃないですかね、まあそういうことでしょうね、うん、で、あの階段なんですけども気になる、うんうん、ちょっと登ったらもう先が見えないぐらい階段続いててやばかったな。そのこの後僕らもう一本撮影しようとしてるんで、うん、車中泊明けでそうちょっと時間の問題でこれちょっとここに時間割けない、ここのそのちょっとこの上登っても撮影できるかどうか、ここで後でこの神社の方に連絡しても許可いただけるか分かんないんで、うん、断念しました、うん、ちょっと思ったより長くて。そうだな、めちゃめちゃ続いてた、うん、一番上が見えなかったですから、そうそうそう、ずっと階段がすぐかなと思ったけど、うん、何が、まあ、多分ネットとか、あと Google マップとか調べたら、うん、出てくるか、ここちょっと電波がないんでね、うん、そうなんや、うん、まあちょっとこんな感じでまだ続いてますか、ね、はい、あとあれだ、お前がいつも通りさ使う技、何、財布忘れた忘れたよ、神社に財布忘れたって言うから、お前やで、もうお参りせえんかった俺だけ、いつもお前な神社行くとき、あ、財布忘れたって神様の前で言うから、ちゃんと俺2倍お財布投げて2人分、あのコンビ2人とも行きますようにってお願いしてたから、別にこれカットしてもいいけどな、この分、あ、なるほどね、俺自分のお金払わなくても、うん、ちゃんと俺の願いが届いてるってことね。そうそう、お前多分それ知ってるから ラッキーん、お前多分それを知ってるから毎回財布忘れたってわざと俺に聞こえるように鳥居の前来たら必ず財布忘れたっていうまあまあお前はいつも俺の分払ってくれるの知ってるから、うん、これがやっぱり長年ね一緒にいるコンビのいいところではあるよね。そうだから多分、うん、神様は俺に2倍ご利益くれると。なんでやねんのお前コンビの分ってお前言ったやろ、お前が言うたんやろ。俺はお願いしたけどな、そうやってな。そうやろ、うん、だから俺はラッキーで、うん、そういった運をいただけんねん。おお、すげえ、ラッキー、お金払わなくてもラッキーで、おお、10年後のじゃあどうなってるか楽しみだなお前一人だけで売り落とすなとりあえずまあじゃあここ、まあゴミ拾いも少しさせていただいたんで、はい、続きいきますか。いきましょう。さあじゃあ最後山中ゴミ拾いターンですね。いや、やっと俺のターン来たか。ああ、ここやっと映れる。そうだな、うん、やっとゴミ拾ってる姿見せれる。いいな。しゃあ、別にあれでお前が財布忘れたってとこもカットしないで使ってくれてもいいんだけど、うん、何やねんお前、何が俺のラッキーを俺のラッキーを悪い風に言うな。あ、そうだ、これ運も実力のうちって言うやろ。あ、そうだな、うん、ちゃんとコンビの、俺が財布忘れてもコンビ2人分の賽銭を払ってくれる相方がいるって俺の運の良さよ。なるほど、分からんのかお前は。あ、それでもこんだけ貧しいのはじゃあ運があった上でもこれだってことだな負が強すぎるやろ俺でもちょっと待って、本当にそこそこちょっと今押してるで。これだからこのゴミ拾って徳拾いによって、うん、お前の運も変わっていくかもしれない。そうなってくれればいいけど、神様このゴミ拾ってるのは絶対見てるから。まあそうでしょ、うん、これしかも山頂付近って書いてあったからな、ちょうど。そう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 、うん、そっか、じゃあ一番近いよね、うん、そう、これだからちょうどゴミ拾い始めて1年ぐらいじゃん、うん、このゴミ拾いなかったら俺はもうチャンネル続けられたか分かんないぐらいだからな。そうですよ、皆さんの応援が増えてた。もう本当にその通りですよ。このゴミ拾いで登録者も一応増えていったんでね。そうそうそう、うん、正直だからずっとこのゴミ拾いせずに、うん、いつもの家だけのやってたら多分チャンネル継続できなかったな。そうやな、うん、維持はできなかったですね。これだから皆さんのおかげで僕らこの1年乗り越えましたね。いや本当にありがとうございます、うん、本当にだそういう意味で本当に皆さんの応援もだけど、うん、このゴミ拾いには徳拾いっていう意味は本当にあるかもな。証明できてよかったね、うん、確かにな、1年後もちゃんとできましたよっていうのが一つの証明になったな。そう、うん、だからゴミ拾いはやっぱり間違ってないんですよと。そう、うん、いいことが少なくとも嫌なことはないっていう。そうそう、うん、環境をちゃんと守る以外でもいいことがありますよっていうのが動画として届けられたのはいいな。なあ、うん、大谷翔平さんもさ、うん、ゴミ拾いをしてるって結構有名じゃん、球場とかで。そうそう、めちゃめちゃ。だから嫌なこと何もなかったもんな。あったわ。あ、そうな24億取られてでもまあさ、なんつうの、
大谷さんが別に悪いわけじゃないじゃんあれって。まあね、うん、だからまあでも運いいことに、うん、ちょうどその時期に結婚したよ、うん、あ、なるほど。だからちょっと前にニュースにもやってたけど、うん、そういった時にそれ以上に支えてくれる人に出会えてよかったとも言ってたから、うん、ああなるほどな。そう、ある意味まあまあお金なくなるのはダメやけど、うん、ある意味運が。っていうかまあ人間ってさ、どんな完璧な人でも必ず転落する瞬間ってあるじゃん。大谷さんもそうだけど、うん、あ俺が好きなエちゃんとかもそうだけど、やっぱその瞬間あるけど、うん、運がある人ってやっぱそこを乗り越えちゃうんだよな。あ、大谷選手もだからその結婚もだし、別に成績も落ちてないし、そうそう、うん、だそういうのがあるんだろう。だからこの徳広いはそういう時の備えかもしれないな俺は。じゃあ俺もあれかな、今俺パチンコ屋とかさ、うん、そういう宝くじ業界にさ、うん、だいぶお金奪われてるけどさ、うん、やっぱり支えてくれる人、うん、これから出てくるってことやな。奪われてるっていうかお前が勝手にやってるわけだよ。奪われとんねあれ。やらなくてもいいことが、お前は水原さんタイプだから。違うわ。立場的に水原だ。俺は大谷翔平じゃん。むしろ俺が大谷選手だったらお前水原さんになる可能性が。あれなんか今月収益少なくねってなって。いやまあ、まあ、お前はいや知らんで。まあまあでもな、このゴミ拾いによってだからお前は水原さんみたいに捕まなくても済む可能性。あれ水原さんもあれな、全部勝ってたらな、多分ごまかしながらな。そうやな、うんうん、大谷選手がなんかあれこんなにお金あったっけっていう可能性もしかもなんかニュースではその大谷選手に口裏合わせてってなんか二人きりで、ああなんか誰もいないホテルの地下室行って二人きりでお願いしたって言ってた、うん、でそれでもし大谷選手が分かったって言ったら、うん、大谷選手永久追放やったらしいからね。ああそうなんだ、うん、永久追放でもしかしたら、うん、本当禁錮刑、アメリカの法律じゃ。そういった意味で運があったよね。まあな、うん、人が良さそうだから言っちゃいそうだもんな。言っちゃいそうやし、うん、でもまあちゃんとその辺弁護士に一回通したんじゃないかね、さすがに。とりあえず俺にとっての水原さんはあのパチンコ屋とかやから、うん、ちげえよ。パチンコ屋は水原さんにお金をそのなんつうの、水原さんが使ってたギャンブル会社だけで、お前は水原さん。英語使えない水原さん。ただの借金まみれやないかそれ。そう本当にただの。でもなんだかんだここゴミ多いな、結構溜まってくな。頭できたよ、うん、まあこのここだから心霊スポットといってもある意味筑波山の一部でもあるからパワースポットだからな。筑波山の一部なのここなんか紹介のされ方結構もう筑波山みたいな書き方多かったな。ああでも、うん、そうそう、だから筑波山ってなんか多分でかいから、うんうん、だってあれやったよね、うん、あのキノコ山自体が、うん、裏筑波山って言われてる、ね、ああそうそうそう、多分地形とかつながってんだろうな。筑波山ってすごいパワースポットだから、はいはい、うん、さあこの周辺このスポットゴミ拾い完了しました。完了しましたね。いやなんだかんだ結構あったな、すっきりしたわ、うん、峠系ってそんなにゴミないとこ多かったけどここはあるね、うん、ここてか人通り明るくなった、増えたな、増えた増えた、うん、なんかパラグライダーみたいな、そうそうだったね、とかも終わったんで、とりあえずじゃあ今回心霊スポットゴミ拾い幽霊林道編、うんうん、ゴミ拾い完了ということで、はい、僕らあのこのまま、帰らずにもう一本撮影しに行くんで、まあでもそれでね、うん、得がどんどん増えて、そうだな、うん、行ったなと思います。いいよし、じゃあ行こう。はい、それではスーパーサンクスのお礼の方をさせていただきたいと思います。星空にゃんさん、花さん、舞瀬子さん、吉田ゆきえさん、ユーミンさん、ミルクさん、三田夢子さん、白猫恵子さん、吉田ゆきえさん、俳優ご自毛さん、テトフさん、山尾聖子さん、サラ&マメさん、高倉ポンズさん、リタさん、ミルクさん、ミチコロさん、俳優ご自毛さん、M さん、リタさん、ユーミンさん、高倉ポンズさん、工藤エリナさん、ミルクさん、ニャオンさん、FSDJO2 さん、三田夢子さん、白猫恵子さん、足立真希さん、ソラ&マメさん、山尾聖子さん、俳優ご自問さん、安藤夏さん、久美子さん、おみやんさん、佐藤由紀さん、MK さん、サブ子さん、マリモさん、ミルクさん、高倉ポンズさん、テトフさん、山尾聖子さん、足立真希さん、ソラ&マメさん、俳優ご自問さん、以上の皆様、今回も本当にありがとうございました。ありがとうございました。うん、というわけで、幽霊林道ですかね。そうですね、うん、まあ
いろいろあったんじゃないかなと思いますが、その前一個前の福島の、時よりはいろいろ取れたんじゃないかなと思いますね。と思いますね。まあまだこれ毎回そうですけど、その家帰って映像をちゃんと確認するまでどのぐらい取れたかというのがちょっとわからないので、まあうん、まあまあ、でもなんとなくいつもよりあったっていう感じで。てか普通に喋ったしな、日常が、うん、っていうのがありましたね、うん、ゴミも結構拾えたんで、あったね、ありがとうございます。最初の方に見つけてさ、白いワンピース、あれ白いワンピースあれ、結局いたずらってことで今、いたずらか、なんか本当に誰かが使って干してたのか、落とし物として売ってたのか、ちょっとわかんない。まあ俺はなんか若干滑ってんなっていうか。じゃあ、あんな体験初めてやからさ。まああれ、だから夜中、最初パッて目に入った時は、お、なんだあれ、ちょっと、これってなったけど、まあまあ、その映像で見るとどんぐらいかわかんないですけど、意外と、バーンって、なんか大きかったから。まあまあ、そっか。すぐ見た時に、ああ、っていう感じだったから。でもちょっと怖かったけど、ね、うん、もし本当になんかそういういわくつきのものだったらちょっと怖いけど、別にでもまあ、多分何も映ってないというか、検証とかは反応しなかったんですけど、むしろ何もないところなのがすごかったような感じですかね。まあ、今回は、まあ、ゴミ拾いもできたので。そうね、結構スッキリしたと思います。まあ、とりあえずこんな感じでまた、続けていきたいと思います。今回は皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと見せますよ今から皆さん。これちょっと皆さんびっくりしないでください。これ、いやこれ通りたくねえわこんなん。おい、おお、やばいやばいやばい、これはいいな。